い、皆さんこんにちは、坂木敦史です。3時をちょっと回りました。4月は29日の土曜日でございますね。輸出優待国再指定関連、これ関係ないわ。シンシアリーさんのブログでございまして、昨日28日に出た記事、中国税関韓国からの輸入貨物の検査強化を指示、検査強化を指示、中国税関が各地域の海関総省税関担当部署ですねに韓国から輸入する貨物の検査を強化するように指示したというニュースがありました。ソウル新聞の単独報道です。サード事態の時にも同じ動きがあったとのことですが、今のところ具体的にどういう指示なのかまではわからない。括弧記事では指針の内容は言及していないとなっているので、具体的指針そのものがまだないのかもしれませんとのことです。サード事態っていうのは2015年やったかな、忘れましたけど、その頃にですね、時のパククネ政権がですね、アメリカの要求を入れて高高度ミサイル防衛システムというのを韓国内に導入したんですね。これに中国はえらい怒りましてですね、それはですね、北朝鮮ではなく中国を睨んだもんであると、中国の防空域までですね達してるんだと、それはけしからんということで韓国に、撤去要求をしました。でその時パク・クネはまあいやいやですね、アメリカの要求を聞き入れてそれを設置したんですけども、もうえらい騒ぎになりました。それ以来ですね、中国の意地悪は続いています。まずそのサードを設置したのはロッテのゴルフ場やったんで、中国国内のロッテデパートがですね、いきなりですね、消防法違反で営業停止になりました , 笑うような理由ですけどね、消防法違反って。それでですね、中国国内で活躍していた韓流のタレントさんたちが一斉に仕事なくなりました。で、お隣さんからのゲームの輸入が禁止というか、許可が出なくなりました。なんかゲームをね、中国国内で販売するには当局の許可が必要なんですけど、お隣さんのゲームは一切出なくなったんですね、許可が。で、極めつけというか分かりやすいのはですね、団体旅行の禁止ですね。それまで中国からの旅行者って韓国にいっぱい行ってたんですけど、それがですね、団体旅行が禁止されたんで個人旅行しか来なくなっています。それは今でも続いています。で、その他にもですね、ここに書いてある通りですね、輸入、韓国からの輸入に対して大変、措置が厳しくなります。でそれと同じようなことが今起きるんちゃうかというのがこの記事ですね。記事はこれがユン政権の外交関連だと見ていますが、本当にそうなのか、それとも何か別の理由によるものか、すでにやると決めたのか、それともこんなこともできますけどと示しているだけなのか、一旦ユン政権の出方を見る、これらの展開を見れば分かることでしょう。試験はちょっと後にして以下引用、これはソウル新聞からの引用ですね。ユン・ソンニョル大統領、ユン・ソンニョル大統領の力による両岸問題の現状変更に反対発言を置いて、韓中外交当局間の対立が続いている中、韓国海関総署括弧税関が我が国からの輸入貨物検査を強化しようとする動きを見せている。27日業界によると、中国海関総署は去る25日韓国から輸入される貨物に対する検査を強化せよという指示を内部ネットワークを通じて地域税関に伝えた。具体的な施行法案は言及してないことが分かった。中国が輸入製品に対する通関検査を強化すれば各企業は大いに困ることになる。通常3、4日かかっていた中国の通関手続きが3、4週間に遅れることになり、輸入納品に支障をきたすからだ。このような通関検査の強化は中国当局が振り回す典型的なやり方、非関税障壁の手段だ。
北京駐在韓国大使館は一部企業が関連内容を情報提供してくれたので、事実関係を調べているとし、まだ具体的なトラブルを知らせてきた企業が少ないので、中国税関当局に問題を提起していないと明らかにした。中国は2017年3月、慶尚北道、2017年やったんですね、慶尚北道ソジュにサード配置を前後した時期にも同様の手段、手順を踏んだ。当時中国当局は各企業に普段は要求しなかった書類を提出するようにし、通関過程を遅らせて製品の納品を遅延させた。このため、賞味期限が短い食品業界が特に大きな影響を受けた。特に在韓米軍にサードの敷地を提供したロッテグループの一部の系列会社製品は検疫が無期限延期された。つまりですね、輸入禁止ですね。今回の動きも当時のサードの時と類似しているという懸念が提起されるゆえんである。うにゃうにゃと、もうこの辺でやめておきますね。まあつまりですね、ユン・ソンニョルさんがですね、アメリカの大統領との会談、あるいはですね、アメリカのですね、メディアのインタビューでですね、台湾の現状の力づくの変更に反対するという意味のことをですね、言うてるわけですね。あるいはそのワシントン宣言にはまあそれと思われるような文言が入ってるわけですね。これに対してですね、中国はですね、もう激おこ状態になってると。お前らな、よくもそんなこと言ってくれたな、みたいな。これ別にアメリカの大統領は普段言うてることですし、日本の総理大臣も歴代言うてることだと思います。で、韓国だけなんで怒られるのっていうことですね。それは取りも直さずですね、韓国が、じゃあ中国が韓国のことを脅せば言うことを聞く相手というふうに思ってるからです。まあ平たく言えば舐めてるわけですね。脅してあげれば、言うことを聞くだろうと。まあそれはそう思うのも無理はないわけであって、韓国はですね、中国にですね、輸入の今2割以上はですね、中国なんですね。で、それが干上がってしまうとですね、韓国経済は締め上げられてしまうんで、韓国は中国に物を言えないという状態が長らく続いてきました。で、現実に今もそうなんですけども、ユンさんはですね、それをあえてですね、言うたわけですね。なんで、これからどうなんのっていうのはですね、むっちゃ面白いんですけど、そのうちですね、今ももう現在行われてるかもわかりませんけど、中国にいるですね、韓国のですね、民間人とかがですね、拘束されるんちゃうんかなという気はしますよ。まあ、そういうなんていうかもういやらしいことをですねやるのがあの国ですから、まあ輸入をしない、輸入を止める人をですね捕まえるでいろんな嫌がらせをするというのがですねこれから起きてくるんではないかなと思いますね。ただね、偉いなと思うのはですね、韓流タレントはみんな帰ってきましたし、ゲームは輸出できなくなったし、団体旅行来なくなったけども、まあなんとかお隣さん耐えてるんですね。まあ頑張ってるやんという感じはしますね。で、そうするとですね、中国としては、カードは切ったけれどもですね、そのサードは未だに撤去されてませんし、ユン政権になってからですね、割と正常化してるんですね、いろんな面で。で、次のカードをですね、輸入したらへんというカードを切ってもですね、それがですね、韓国の態度を変えることにつながるかというと、多分つながらないわけであって。だから結局無効化するわけですね。そういう流れになるんではないかなと思います。日本は昔ですね、レアアース、レアメタル売ったらへんって言われてですね、ああ、そうですかって言ってですね、一生懸命他の手段を考えたわけであって、そうするとレアアース、レアメタルがですね、価格が暴落してですね、中国が慌てて、これ売ったる売ったる売ったるってなったわけであって、まあ中国もね、そういう面ではおもろい国なわけですね。で、今回、まあ韓国に対してそういう意地悪をしてですね、仮に半導体でそんな意地悪をするとですね、その半導体っていうのは最終製品ではありませんから、その半導体を使う製品がですね、生産できなくなるんではないかなと思いますね。すぐに代替が効くもんでもないんでね、韓国の作ってる半導体も。まあ中長期的にはですね、国内で生産することは難しくないと思いますよ。そんなに高高度なことをやってるわけではないんですよね、韓国の半導体って。
まあなんでこのですね、中国 VS 韓国のですね、このまあですね、ジャブのどつき合いみたいなですね、今後どうなるかですね、おもろい展開になるなという気がします。シンシアリさんのこのアドレス貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。